はい、というわけで皆さん、こんにちは、サクムでございます。今日はですね、こちら NAB ポテト球場の方に来ておりまして、今日からまた新企画をやっていきたいなと、そういうふうに思っております。タイトルにも書いてある通り、 NAB48 劇場を最前路線への道、よいしょ。ということで今日はね、2023年2月12日日曜日ということで、チーム M 恋は突然やってくる公演がこの NAB 劇場の方で行われるということになっております。で、今回からこの恋突では最前だけでなく、最前のど真ん中、土線を狙っていこうではないかという、そういう企画を始めていこうと、そういうふうに思っております。皆さんもぜひともね、果たして最前のど真ん中、土線に行けるのか、そのあたりもちょっと注目してご覧いただけると幸いかなと、そういうふうに思います。それでは早速本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いします。というわけで、記念すべき、まあ、第一弾みたいな感じになってるんですけれども、まさかのまさかチケットまで変わってしまうということで、いや、これなかなか面白いですよね。以前と比べてまたさらにコンパクトに小さくなったと、そういうところでございます。2023年2月12日チーム M 恋は突然やってくる公演ということになっております。今この恋突で前回の最善チャレンジはクリアしたということで、恋突はよりさらに難しい最善路線を今回から狙っていくということになります。番号は125番。果たしてこれは今日はどの位置なのか、ぜひともそのあたりも楽しみにしていただきたいというふうに思います。オープンが17時30分のスタート18時ということで、いつもより、ね、30分早いんで、ちょっとここ戸惑いましたが、今とか行けました。ちなみに、まあ、これの前にレッドハリケーンズの試合の方を見に行ったんで、もう本当なかなかカツカツなスケジュールの中で動いたと、まあ、そういうことになります。というわけで、そろそろ会場の方が始まっていきますんで、NAB劇場の中に入っていきたいと思います。果たして第1弾どのあたりなのか、まあね、第1弾から最前と線かれたらこの企画倒れてしまうんですが、まあ、それを置いときまして、まあ、行けたらいいなと、そういう風に願っております。それでは NAB 劇場入っていきたいと思います。行ってきます。はい、というわけで劇場公演の方終わりまして、出てきてまいりましたけれども、まずは今回の結果からお伝えしていきたいと思います。今回は最前路線、なりませんでした。ご覧いただいて分かる通りでございまして、前から5列目の1個だけ下手だったんですね。実は路線の部分に関しては押しすぎる結果でした。まあ、ただ全然ね、最善じゃないんですけど、まあ、前から5列目、これね、僕思うには十分の場所だというふうに僕は感じましたんで、まあ、感想の部分を含めて詳しくそのあたりも話していけたらいいなと思います。それでは感想を語っていきましょう。というわけで今回のメンバーはこの10人ということになりますけれども、なんか写真から今回はふさけてる子が多いと言いますかね。いいですね、こういうのも推しメンがど真ん中にいますね僕よりも真っ先にセンターを取ることになるでしょうけれども、まあ、そんなことは置いておきまして、今回の感想としては、まあ、前から5列目正直最前で見るのは迫力があって、すごくね、やっぱ他と違う感覚ありますが、まあ、正直言って、まあ、すっごく圧があるんですよね。まあ、最善は最善でいいところ悪いところはあると思います。で、そんな中で僕が個人的にさっきも言った通り、一番見やすいちょうどいいなと思うのは前から5列目ぐらいだったんですよ。だから、まあ、ある意味今回は、まあ、一番見やすいところでこういうドツをじっくりと見ることができたんで、まあ良かったじゃないかなと個人的には思っているかなというところでございます、という感じかな。メンバーみんなのテンションも高かったし、お見送りで特にそれは感じましたね。みんな面白かったのと、みやこがどんどん面白くなっていってんな、ほんまに卒業するのね、もったいない、そんな気がしますね。もったいなすぎるなと思いますが、あのね、横がゆいなちゃんで、ゆいなちゃんを推しにしてる方が通るたんびだったのかな、ちょっと僕そこわからないですけど、出がまっちゃおうって言って叫んで爆笑をかっさらうというね。で、本人よりこれ受けてるのもなかなかね面白いですし、これはちょっとお見送りでね、このミラコの惜しさっていうのを改めて感じた部分でした。いや、そんなところで感じるのだと、もっと他にもねありますが、それのね一つだったと思います。で、まあ本当にお見送りもさっきも言った通り、本当にメンバーみんなテンションが高くてですね、ほんまに素晴らしかったのと、やっぱケツちゃんな、今回のハイライトと言えるのは、まあど真ん中だったっていうのもあるんでね、あれだったんですけれども、ちょうどねケツちゃんのポジションの目の前に自分がいるような状況でしたんで、まあ本当についた意味でもお見送りも楽しかったし、本当に良かったなと個人的にはそう思いました。で、この声の感想でしょ、
まあ言うまでもないでしょう。こういう土地さんも最高ですから。なんかいろんな顔を見せてくれるのもそうだし、で、根っこが楽しいんですよね。まあそれがこういう土地の魅力っていう感じがするんで、ほんまに最高ですね。まあ改めて、行けてよかったなと思いましたし、今思ったんですけど、多分これ今年初のこういう土地じゃないですか。どんだけ入ってなかったんって感じですよね。前回が多分こういう土地ってなってくると、ケイツちゃんの生誕祭。多分それ以来だと思うんで、だいぶちょっと空いちゃいましたね。まあ、2ヶ月ぐらい入ってないとなるとね、今いろいろストレス溜まっちゃってましたね、正直。めちゃくちゃ体調悪かったですよ。で、今めっちゃいいの。やっぱこういうことが一番の良薬なのかな、自分にとって。でそしてまあ、MC の中でも触れられてましたが、2023年2月12日じゃないですか。その1日前、2月11日が、ちょうど1年前に、このこういうことが初日を迎えた日になってたわけです。そういう記念すべき日といいますか、まあ、1年も経ったんだっていうのを感じさせてくれる日に、いうことができたのと、まあ先週僕も行かせてもらいましたんで、まあ両方とも行くことができてよかったなっていう、そういう風に思ったところかなと思います。というわけでそろそろね、ちょっとお家の方に帰っていこうと思います。もうね、次の日も仕事ですから、まあ早く帰らなね、明日の仕事のパフォーマンスにも影響するだろうというところで、そろそろ帰っていきたいなと思います。というわけでね、帰っていきたいと思います。やっぱこういう土地って最高だなって改めて思いましたね。こういう公園が延々と長く続くことを、やっぱ心から僕は願うしかないなと、やっぱそう思います。これからも末長く続く楽しい公演であってくれることを心から願っております。それではそろそろ締めくっていきたいと思います。エンディングです。はい、最高。はい、というわけでエンディングでございます。ということで、いや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 、もうほんま一つでほんまに楽しいなって、ほんまにね、改めてそう感じる最高の公演でございました。まあメンバーみんなが可愛いし、テンション高かったな。今日は素晴らしい日になっておりますと、そういうところでございますでしょうか。いやほんまにまたメンバーのみんなとの楽しい思い出を紡いでいく、そんな時間を貴重にね、やっぱこれからもしていきたいなというふうに思うところかなと思います。皆さんこれからも末永くどうぞね、よろしくお願いいたします。それでは締めくっていきましょう。はい、というわけで今回の動画、パラタイデシマル下げてあげというふうに負けでございます。はい、というわけで今回の動画はですね、 NAB ポテト、こういう土公園に最前途線でチャレンジをしてみるというね、それの第一弾でございました。結果まあ残念な結果だったんですけど、僕らしてみたら前から5列目のまあ途線近く一番ベストなポジションだったんじゃないかなって思っております。さあ第2弾以降どうなるか、皆さんも注目しながらこの動画楽しんでいただければと思います。それでは締めくっていきましょう。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。